はい、こんにちは、ロキです。今回はですね、僕のコンサル生のダイさんに来ていただいてですね、いろいろとインタビューを、していこうと思います。で、ダイさんのことはですね、今まで僕の動画で、ちょっとね、イニシャル的な感じでご紹介してるんですけれども、今回インタビュー自体は初めてなので、いろいろと、お聞きしていきたいと思います。それではダイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとあれですね、名前のことで今いろいろと急遽ダイさんっていうことでね、はい、呼ばせていただくことになったんですけど、大丈夫ですか？慣れない感じじゃないですか？まあ、そのうち慣れてくる。あんまり呼ばれ慣れてなさそうですよね。そうですね。そうですよね。よろしくお願いします。お願いします。で、ダイさんのことをですね、まあ、ちょっと今回紹介するのは初めてなんで、はい、まだ僕のチャンネル見ていただいてる人たち多分認識されてない方多いと思うんですよね。はい、なので、まあ、簡単にでいいんですけど、はい、まあ、僕のコンサル受けていただいた経緯とか、はい、まあ、ネットビジネスどれぐらいされてたとか、はい、はい、まあ、言える範囲で全然構わないんで、はい、ちょっと簡単に、まあ、自己紹介じゃないですけど、自己紹介というか硬いんで、まあ、ちょっと、はい、簡単にご紹介し、自分でこうしていただければと思うんですけど、はい、はい、そうですね、はい、ネットビジネス歴としてはだいたい2年は超えたところっていう感じですね。あ、はいはいはい。はい、で、カメラ転売自体を始めたのが、ええ、ま、カメラ転売を知ったのが多分1年ちょっとぐらいだと思うんですけども、ええ、しっかり取り組んだっていうのはまだ多分1年経ってないんですけども。ああ、トータルで1年経ってないってことですね。そうですね、大体それぐらいだと思うんですけども。はいはいはい。初めは、まあ、一般的なよく言われるカメラ転売っていうものを行ってて、はい、手法としては、ははで、やっぱりなかなか仕入れられなかったり、あ、まあ、赤字が出ちゃったり、はいはいはい、っていうのが結構続きまして、で、まあ、稼げて10万とかだったんですけども、はいはい、で、なんかこうどうしたらいいのかなっていう時に、はい、まあ、いろんな方の情報を見てたらロキさんの情報があったので、はい、で、やっぱりロキさん の, あのコンサル生ってもうほぼ全員稼がれてる感じじゃないですか。はいはいはい。なのでやっぱ間違いないなと思って、もうすぐにコンサルお願いした感じですね。ああ、そうだったんですね、はい、ありがとうございます。こちらこそ、はい、実際に、はい、インタビュー動画とかじゃ聞いてもらってたってことですかね、他の人も。そうですね、大体動画はもう全部見ているとは思うんですけど、あ、本当ですか。結構200本以上多分あると思うんですけど、そう、割と全部見ましたが。結構見ましたね。本当ですか。、はい、ありがとうございます。じゃあ実際にこうしてインタビューされる側に回るっていうのはちょっと想像してなかったんじゃないですかね。そうですよね。想像はしてないですよね。そうですよ。しかもコンサル始めてやっと2ヶ月終わったぐらいじゃないですか、今。そうですね、ちょうど2ヶ月終わって、まあ、3ヶ月目スタートってぐらいなんで、はい、まさかこの早い段階で。いや、僕自身も、まあ、ちょっと早めだなと思ってて、はい、お呼びしたのがですね、はい、はい、まあ、結構素晴らしい実績出されたっていうところで今回お声をかけさせていただいたんですけど、はい、はい、一応あれですよね、今まではじゃあ最高10万ぐらい。そうですね、はい、結構本業っぽくやってた感じですか、ずっと。結構がっつりやっていたつもりではあったんですけども。ああ、そうですか。はい、じゃあもう作業時間自体はもうかなり取っていて、そうですね、はい、でもきつきつ10万ぐらい。そうですね、バイトした方がいいなってぐらい昨日時間を使ってたので。あ、そうですね、まあ、そうですよね、10万円で、まあ、1日8時間ぐらいとかじゃやってたってことですよね。そうですね、はい、それで10万だったらちょっとバイトの方がいいですよね。そうですね。そうですよね。はい、まあ、最初はね、それぐらいで頑張んなきゃいけない時期あると思うんですけど、まあ、 そうですね、はい、まあ、それがずっと、まあ、半年ぐらいとかやってたってことですもんね、半年以上は。はい、もうその方法でやってたってことですもんね、はい、そうなるとちょっと考えちゃいますよね。は
で、じゃあ、実際、先月ですよね、月収で30万ぐらい稼いでそういただですね、いてっていう感じなんですけど、じゃあ、やり方自体ってもう全然変わった感じですか？今までと。そうですね、全く違うっていうことと、あともう全然はい。見る視点も違いますね。あ、見る視点が違う。おお、なんか、ちょっと具体的には言えないかもしれないですけど、何が決め手っていうか、違いますかね。ノウハウをただ実践しているっていうのが今までだったんですけども、なんかこう、今やってるっていうのはもう、本当に基礎っていうか、本質的なところを見てやってるので、ビジネスをしているっていう感覚はやっぱりありますね。ああ、そうですか。なるほど。今までじゃあやってたのはちょっとビジネス、まあビジネスじゃないというか、あんまりこうの本ノウ質、ハウっああ、なるほどてっす感ね。じですね。やっぱ今はいろんなパターンで自分でこう選んでいって、まあ、利益を上げていくって感じなので。そうですよね。もしかすると、あれですよね、ちょっと以前お話ししたと思うんですけど、僕も多分よし、ダイさんと同じような、感じでやってたと思うんですよね。そうですよね。ですよね、おそらく。で、当時の、まあ、やり方だと、まあ、稼げないことないんですけど、結構、なんていうんですかね、無差別にやってくるような感じじゃないですか、イメージ的には。だから結構きついんですよね。そうですね。なんか当たるときはいいんですけど、外れると全然違うみたいな。そうです仕ね。入れて売っても。ってところですよね。あとは、やっぱり商品も絞って今やってると思うんですけど、その感じってどうですか？実際やってみると。やりやすいのはやりやすいですね。あ、そうですか。めちゃくちゃやりやすくはなりました。あ、そうですか。で、結構、売りまくるじゃないですか。見てると。それはもう最初から思ってたんですけど、取り組んでもらったもう当初から、結構売ってる方なんですよ、ダイさん。そうなんですね。ええ、最初からもう順調にパーッと売ってってるんで、あ、すごい飲み込み早いなと思って、見させていただいてたんですよ。で、まあ、先月もね、全然ペースを落とすことなく、むしろ、バーッと広がって、利益も上がってって感じだったんで、まあ、後半かなり追い上げましたよね。だいぶ。そうですね、後半、残りの多分3日間ぐらいで、一気に来ましたよね。一気に7万ぐらい多分そうっすよね。いったんで、そうですね、それが大きかったですね。そう。で、多分20万ぐらいですかねっていう話を多分後半してたと思うんですよ。で、今25万いけそうですみたいな感じになって。で、最終的には30万みたいな。そうです ね。いきなり畳みかけるように利益上がってったんで、ああ、すごいなと思ってたんですよね。で、特にあれですよね、1品売って例えば2、3万の利益とか、そういう、なんていうんですかね、ちょっとラッキー的な要素っていうのはほとんどなかったと思うんですけど、そうですでね。すよそね。こまでの多分高利益はないですけど、多分トータルで見ればもう全然単価的には全然いいので、多分7、8000ぐらいは利益単価出てますよね、おそらく。8000ぐらいとか。8000から9000ぐらい、8000ぐらいですかね。そのぐらいいってますよね。そうですね、先月36個あ、販売。36個。36個で30万でかなり利益高いですね。そうですね。ああ、じゃあ別に、まあ僕らって結構そういうの普通に出すじゃないですか。1万超えとかも普通に出たりとか、ありますね、やるんですけど、まあそれが結局積み上げてこういけるってところが、まあ、僕らがやってる最大の強みかなと思ってるんで、なんかたまに1万円出て、で、たまに赤字出てとか、で、たまに2000円でとかっていう、なんかこう、ぶらつきがあんまりこう、ないじゃないですか。そうですね。一定の金額をずっとこう、利益上げ続けるみたいな感じなんで、まあ、ちょっと楽かなと、精神的にも。楽ですね。見込みが立てやすいというか、売ればいいだけなんで、その辺は、なんか、僕もやってて楽だなと思ってて。やっぱその辺って、やっぱ楽ですか？気持ち的にも。全然気持ち的にはやっぱり楽ですね。ああ、そうなんですね。
もう全然楽ですね。仕入れてもう売れますし。あ、そうですよね。はい、仕入れられないってこともないので。あ、そうですよね。最初の方からもう仕入れ、はい、あ、ちょっとだけ苦戦してたというか、そう、初期の方は最初の1週間2週間1週間ぐらいですね、はい、そうですよね。ちょっと、はい、あのちょっと ここが仕入れられないですとか、ネットショップが見れないですとかっていうね、はい、お話ししてたんですけど、はい、もうすぐ概念とかあの説明したらできるようになっちゃいましたもんね。そうですね。なんか意外と、はい、そこまでこう改善みたいな感じで意識はしてなかったんですけど、はいはい、自然とこうちょっとずつ仕入れられるようにはなってきます。そうですよね。はい、まあ本当そんなもんなんですよね言っちゃえばそんなもんなんですよ、はい、もう概念とか多分方法ってシンプル、めちゃめちゃシンプルだと思うんで、はい、あとはなんていうんですかね、まあ、そこにいかにこう熟練度を上げていくかだけみたいな、そうですね、はい、ところなんで、はい、別になんか魔法のようなことってやってないですよね。やってないですね。正直やってないですよね、はい、なんか裏技みたいなのとかそういうのもやってないし、はい、もうただ単に何て言うんだろう、転売してるだけっていうかそうですね、ポイント絞ってやってるってだけで、はい、なんで、はい、そこら辺はなんか、うん、早いなと飲み込みがだいぶ早いんで。今はもう仕入れってほぼ困ってないですか？もう仕入れは困ってないです、はい、このちょっと年末年始に一気に在庫が減ったんで、はいはいはい、まあ、これからまた気合い入れて仕入れようかなってぐらいなんですけども。そうですよね、結構売れましたよね、はい、めちゃくちゃ売れましたね。めちゃくちゃ、あの今月の話なんですけど、はい、3日間、もう今4日目なんですけど、はい、3日間で利益どれぐらいいきました？はい、今で大体6万円ぐらいはいきますね。行ってますね、はい、まあ、僕ぶっちゃけ12万ぐらいも行ってるんですけど行っちゃったんですけど、はい、いや本当に売れるんですよね。そうですね、もう在庫置いとけばもう売れるみたいな感じなんで、はいはい、まあ、やっぱりあれですよね、人気商品をいかにこうあの集中的に仕入れて、はい、そうです、でどうでもいい商品をどんどん省いていくっていうのがすごく重要なんで、はい、あのまあ、多分扱える商品って1ヶ月通して思ったんですけど50個とか60個ぐらいじゃないですか、やっても、はいはい、でまあ、これがちょっとずつ効率化してもっと数は増えるんですけど、はい、その5、60個をいかにあの売れやすいものに絞って、はい、で、利益の出やすいものに絞っていくかがポイントだと思うん で、 そ、 うです、ね、はい、そこですよね、やっぱり、はい、なんで2日3日で6万は、まあ、結構今月もいきそうですね。そうですね、この後、まあ、どういうふうに落ち着いていくかっていうところにもなりますけども。そうですね、はい、まあ、出だしは順調かなっていうところではあります、ね、かなり好スタートですよね。そうですね、予想外でしたけども、あの多分ですけど去年の1月よりも、はい、僕の体感だとめちゃくちゃ売れるんですよ。ああそうなんですか、ね、はい、去年はこんな感じじゃなかったですね、はい、なのでまあいい感じになってきてるなと、はい、いう感じですね。はいはいはい、なんで、まあ、今月もねできれば30万突破して。そうですね、今月も、そうですね、はい、まあ、3ヶ月目なんですけど、はい、まあ、さらにこうちょっと飛躍していっていただきたいなと思ってますし、はい、実際に、まあ、例えば、初めて、はい、資金の部分なんですけど、はい、今ちょっと増えましたよね、やっぱり利益上げてるんで。そうですね、なんか増えたっていう感覚もあんまりはないのはないんですけど。あ、そうなんですか。はい、もともと、まあ、大体20万ぐらいで考えていて、はいはいはい、で仕入れはカードでしていたんですけど、あー、カードの支払いまでにはもう全然売り上げが立っちゃってる状態になって、はいはいはい、その20万は結局使わずに。あ、そうなんですね。じゃあ最初の資金っていうか現金は20万で考えてたんだけども、そうですね、はい、もうカードワークだけで回っちゃってると。一応それは回せてますね、今のところは。おー、それもすごいですよね、はい、本当ですかね。いやいや、カードだけで回ればもう何も結局使ってないってことじゃないですか、実質。そうですね、現金は使ってないですね利益だけがどんどん上乗せされてる状態なんで、はい、でカードのポイントは貯まるし、はい、ね、ポイントサイトのポイントはたまるしみたいな。そうですね、
なので実質30万って考えても、多分もうちょっとポイントとか入れると実質はもうちょっといってると思うんですよね。ああ、そうですね。ポイントは結構たまりますよね。はい。仕入れもするし。そうですね。なんで結構あのポイントもバカにならないんで。そうですね。本当にもう僕もポイントだけで海外とか普通に行きますからね。でしたね。はい。はい、あ、ちょっと11月でしたよね、確か。あれ12月か、はい、すみません、12月ですね。あ、そうですね、はい、半ばで僕はあのちょっと失礼いたしたんですけども、はい、あれもポイントでいっちゃいましたからね。あ、そうなんですよ。だからクレジットカードの会社も結構、はい、あの自分の用途に合わせて選ぶといいですよね。あ、そうですね、はい、はい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 。あんまり大さんは海外とか旅行行ったりしないんですか？飛行機乗ったりとか。そう、飛行機に乗ることっていうのがなかなかないので。そうなんですね。そうです、空港までがちょっと距離があるので、はい、はい、なので、まあ、海外もそんなに、まあ、行きたいのは行きたいんですけども、はい、そんな頻繁に使うってことがないので。あ、じゃあマイルとかマイレージとかっていうよりは、はい、まあ、普通にまあ楽天ポイントとか。そうですね、普通にネットで買い物ポイントをアマゾンの、まあちょっとチケットに変えたりとか、はい、そっちの方で使う感じなんですね。そうですね。あ、ちょっと余談でしたけど、まあそういう使い方もできるんで、はい、まあ実質僕ら転売やってると利益以外のなんか報酬っていうのが発生してるというか、はい、結構大きいんですよね。大きいですね、はい。まあ多分月に100万とか、まあかなり仕入れ単価も僕今落ちてるんですけど、はい、単価自体が低いんで扱ってるものの、はい、そうです、はい、多分150万いってもですけど、150から200いかないぐらいなんですよね、はい。あ、はい、それでもポイントが多分2万ポイントぐらい貯まるんで。あ、2万マイルとか貯まるんで、はいはいはい、2万マイルあるともう本当に近くだったら往復できちゃうんで。あ、はい、アジアの近くだったら普通に往復できちゃって余るぐらいなんで、はいはいはい、はい、月1で海外は行けるみたいな感じになっちゃうんですよね。すごいですよ。そうなんですよね。だからその辺もなんかいいですよね、使えると。そうですね、ポイントとかも。はい、なるほど。じゃあ、まあ、今はじゃあカード自体はいくらぐらいで回してました？月に大体使った金額っていうか1ヶ月。今月は、はい、多分50万ぐらいだったと思うんです。あ、本当ですか。支払い自体は。あ、使った金額、まあ、仕入れ額も大体50ぐらい。そうです。たぶん、まあ、最初の方の仕入れがそこに入ってるので、はい、あ、そうですよね。次はもしかしたら、はい、多分100万いかないとは思うんですけども、はいはいはい、結構仕入れてはいますね。あ、そうですか。はい。じゃあ、まあ、例えばですけど、今月のその30、あと先月ですね、先月の30万の利益を取るために、はい、まあ、使ったカード枠っていうのは大体50ぐらい。そうですね、はい。で、まあ、先月、その前の月の、まあ、在庫もあったと思うんですけど、はい、まあ、多分それでもそんなに使ってないですよね。そうですね、めちゃくちゃ、はい、数に対しては全然、そうですよね、使ってない方だと思います。多分60万ぐらいとかで、はい、まあ、30万ぐらいの利益取ってるはずなんですよね。ああ、そうです。はい、多分トータル鳴らすと利益率 50% とかぐらいいってると思うんですけど、はい、利益率が結構高いっすよね。高いです、ね、異常ですよね、ちょっと。はい、でも本当にさ、それも最近つくづく思うんですけど、はい、5000円とか1万取るのになんか5万10万の仕入れとかって本当にもうやれないなとか思って。そうですね、なかなかもうめんどくさいっていうか、めんどくさいというよりも、はい、なんでこんな金額使わなきゃいけないんだっていう気持ちになっちゃうんですよね。はいはい、昔はすごい必死にやってたんですけど、はい、もう本当に2、30万の仕入れてなんか、はい、ようやく1万利益取るとか、はい、あの5000円取るとか、はい、それをまあ数売りまくるみたいなことやってたんですけど、そうですね、もう全然それもやる気にならないというか、はい、あの慣れちゃうとね、どうしても、はい、低利益ハイリターンみたいな、はい、超ハイリターンみたいなのに慣れちゃうと、はい、正直高単価もやる気がなくなりますよね。そうですね、なくなっちゃいましたね、もうそこは見てないですよね、もうほぼほぼ見てないですね。
で多分やるとしたら、まあ、今後その幅を広げるために、はい、あの利益のポイントを増やすために、はい、あの本当に機種絞ってやるって感じだと思うんで、はい、それ以外は多分もうおさらばかなと、はい、2,3 万とか4万ぐらい利益取れるんだったら、まあ、やってもいいかなと思いますけど、はい、でも常にそれが取れるわけじゃないんで、はい、あのまあ別にだったら僕ら5個とか4個ぐらい売っちゃえば終了なんで、はい、そうですね、すぐじゃないですか。はい、ただその方がいいっすよね多分、はい、じゃあ仕入れ自体もまあまあまあそこまで圧迫せず、そうですね、今のところは、はい、金額も圧迫せずできてるっていうことですね。はい、なるほどっすね。じゃあ販売の方ってやっぱりもう売れるなっていう感じですか、今やってても。そうですね、なんかこう売れるかなっていう感覚はもう ないですね。あ、売れるかもしれないとかそういう感覚ってこと。もしかしたら売れなかったらどうしようみたいな不安っていうのはもう全くないですね。あ、もう売れて当たり前になっちゃってます。そうですね。あ、いいですね。売れなくても利益は出る感じですもんね、はい、数千円。あ、そうですね、まあ逆に無理やり売っちゃったとしても。そうですね、無理やり、まあ在庫処分で売っても赤字にはもう僕多分何百台売ってますけど、はい、数えるぐらいですね、もしなってたとしても。そうですね、記憶にないですね。赤字になった記憶は。はい、ってぐらいなんで、まあその辺はなんか本当にもう僕のそのコンサル生の皆さんも、はいはい、でもそうみんな言ってますね、赤字にならない在庫処分すごいみたいな。これで在庫処分なんですねみたいな感じでやっぱ皆さん言ってるんで、あのまあ前のやり方だとほぼほぼ赤字ですからね。ですね。なんか仕入れてもこれ利益出るのかなみたいな、なんかなんていうんですかね、常にちょっと不安といなんか隣り合わせみたいな、大丈夫かなっていう感じで仕入れてたから、なんだろう、ちょっと落ち着かないんですよね、精神状態も。はい、そういうのありました。やっぱりいやありましたね、やっぱり。高いものを売っていくってなると、はい、それだけ手数料も大きいので。そうですよね。そこのやっぱもう本当にちょっと仕入れ失敗したら1万赤字とかっていうのもあるんで。そうですよね。そこはやっぱ怖いですよね。ね、はい。だからまあビジネスとしてちょっと成り立ちづらいっていうか。そうですね。まあっていうかなんだろうな、再現性が低い。はい、言っちゃえば、はい、だからちょっとそういうの嫌だなっていうか、はい、なんか常に不安と隣り合わせみたいなのがすごい嫌だったんで、はい、まあ、その辺いいっすよね、在庫で処分で。そうですね、500円とかでも利益出るみたいな。あ、はい、なんだこれ500円かよとか思うんですけど、はい、よくよく考えてみたらすごいなとか思って。確かに、ね、赤字になんないのがすごい。ちょっと麻痺しちゃってるところあります。絶対麻痺してますよね。そうですね、もうだいぶ麻痺してきましたね。あ、やばいですね、もう、はい、もう抜けれないですね。はい、完全に抜けれなくなってきましたね。はい、僕も抜けれないんで、はい、もう抜けるとしたらもう悲惨な状態になる以外は、はい、まあ、ちょっと考えにくいですけど、はい、まあ、そうならない以外はもうずっとやり続けたいですね、本当に。はい、そうですね。でもネットビジネスが2年で、はい、今まで最初はじゃあカメラ転売以外のことやってたってことですか。そうですね、初めは、はい、もう出だし、ほぼ出だしが YouTube。 あ、アドセンスですか。アドセンス。あ、言っちゃっていいんですかこれ。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、あ、分かる。アドセンスの方で、はい、初めてやられて、はい、で、まあ、ある程度こう稼げるようになって、はい、それからカメラ転売と。そうですね、はい、あ、その1本でいかなかった理由って何なんですか。まあそこで、まあ、アドセンスで独立まではできたんですけども、はいはいはい、やっぱり、まあ、それぞれいろんな手法、まあ、ビジネスでリスクもあるので、はい、そこの部分が結構アドセンスは大きいなって思いまして、本業だ一本でやっていくには、はいはいはい、っていうのもやっぱり報酬が不安定っていうところが大きいですね。
はい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 、で下手するとゼロになることもあるので。そうですよね。転売みたいにやっぱりそのゼロになって次の月にこう、はい、取り戻せるってわけでもないので、アドセンスに関して。そうっすよね。また1から何ヶ月も積み上げたりとか、はい、そうですね、しなきゃいけないですもんね。はい、そこの恐怖があって、はいはいはい、で、まあ、その時に出会ったのがちょうどカメラ転売だったので。あ、なるほどっすね。はい、やっぱ物販ってなんか基礎っていうか、はい、あの本当に物を買って物を売るっていうか物々交換みたいなもんじゃないですか、正直。そこにまあお金が発生してるってだけなんですけど、はい、もう昔からある、ね、商売ですからね。そうですね、なくならないですもんね、物がある限りは。はい、はい、そう考えるとやっぱりなんか基礎的な部分、ビジネスの基礎として、まあ、一つやっとくといいですよね、やっぱり。そうですね、はい、うん、なるほど。やっぱりちょっとそういう不安からやっぱり他のビジネス行こうって思うんですね。そうですね、やっぱ不安大きいですね、一つだと、はい、そうっすよね。はい、なんで僕もなんかそういう意味でいろんなビジネスにこう手を出したりとかしてるんですけど、はい、それでもやっぱりベースになってるのはカメラですからね。ああ、これがあって、でこれでちゃんと収入が立てて他のことみたいな感じで考えてるんで、はい、だからまあ一つこれは、まあ、カメラっていい商材だと思うんですよ、めちゃくちゃ。はい、そうです、うん、なんか他の転売とか見ると、はい、いきなりなんか仕様変更されちゃって、はい、あの全然稼げなくなっちゃったりとかありますね、はい、めちゃめちゃ薄利多売だったりとか、はい、あのいろんな問題が結構抱えてる人多いんですけど、はい、カメラって本当1個売ったら何千円って、ね、下手したら1万超えたりとか、はい、っていう感じなんで、はい、あの扱う数自体もそんなに数いらないし、そうですね、はい、利益もそれで出るじゃないですか、はい、いや絶対、まあ、やっといて損はないというか。そうですね、やっぱりカメラはいいと思いますね。そうですよね、はい、だから結構、まあ、他のビジネスしてて、はい、でカメラ教えてくださいっていう人結構いるんですよ。ああ、いますいます、はい、全然いますね。ただちょっと僕も受けれなくなっちゃってて、はい、今ちょっと人数がもういっぱいですって言って断っちゃったりとかしてるんですけど、はいはい、あのまあ、受けれる時にまあ受けさせてもらってるっていう感じなんで、はい、もう結構多いですね、そういう他の、うん、まあ、普通に YouTube やってる人もいましたし、はい、あとは普通にブログアフィリやってますとか。あ、はいはい、結局ね作業になっちゃってるみたいなんですよね、はい、アフィリエイトもそうなんですけど、はい、なんか、うん、自動化できるっていうふうにみんな考えてるみたいなんですよ、はい、最初は、はい、だけどあの結局やってみるとブログ記事ずっと書かなきゃいけないとか、はい、あのまあ、YouTube もそうだと思うんですけど、まあ、自動化って言ってますけど、はい、ずっと動画は上げ続けなきゃいけないとか。そうですね、はいはい、結局作業には変わりないんで、はい、まあ、それであれば、まあ、固い転売をやりたいみたいな、はい、いう人がやっぱ結構多いみたいですね。はあ、なるほど、はい、そうですよね、うん、はい、だからそうですね、多分今後、まあ今月とか新年会とかやるんですけど、はい、あの他の転売やってる人とかもいるんですよね。あ、そうなんですか。いますいます、僕のコンサル受けてもらってるんですけど、もともとは全然違う転売やってて、はい、でこっちに移ってこられたって人もいますし、はい、いろんな話聞けるんですよ、そういう人たちから。ああ、はい、なるほどですね、はい、で実際にちゃんと実績も出されてる人が、まあ、僕のところに来てもらったりとか、はい、してるんで、いろんな、なんかこう情報交換できたりとか。ああ、今こんな現状なんだっていうのがすごい分かったりするんで、はい、あのもうぜひですね新年会も参加していただきたいなと。そうですね、はい、今回はまあぜひですね、多分月末ぐらいなんですけど、はい、あ、月末ぐらいで、はい、おそらく月末かなっていう今のところなんですけどね、はい、参加してもらえればいろんな人の話聞けると思うんで、はい、そうですね、ぜひ参加していただければと思いますけど、はい、ありがとうございます、はい、はい、なんでそうですね、じゃあそう考えると、まあ次のビジネスもまた考えてるんですか、カメラでまた稼いだら、まあ、そうですね、はい、頭にはありますね。あ、そうですか、はい、もう決まってるんですか、ほとんど。一つは決まってますね、その次の一歩はもう決めてますね。 あ、決めてるんですか。はい、それはオフレコですか。え、何ですか。内緒ですか。あ、オフレ、別に大丈夫ですけど、はい、まあ
今までにちょっとこうノウハウ自体は持ってるんですけども、はいはいはい、その分資金がないと、はい、あまり魅力的ではなかったので、はい、そっちに行きたいなとは思ってます、ね、あ、そっち、はい、なるほど。どっちなのか気になっちゃいますけど、はい、あいやいや、あの、はい、言えなければあれなんですけど、あ、まあ、全然、はい、そうですね、うん、なるほどっすね、はい、いいですね、ちゃんと次の目標があって、あ、それ、うんうん、そのなんていうんですかね、その、やりた次やることっていうのも、はい、稼げるってことはもう分かってるので、ちょっとやってたので、あ、そうなんですか、はい、ただやっぱり資金的な問題で、はい、やっぱ資金あればその分いいんですよ。あ、はい、なんか数字自体は出てるんですけど、あ、そうなんですか、はい、投資みたいな感じですか。まあそっち系ですね。あ、はい、まあ投資ってなると、まあそうっすよね。そうなんですね。その数字パーセンテージ自体は出てるんですけども、はい、元々の資金自体が少ないので、美味しくないっていうか、美味しくないです。なるほどですね、はい、今の状態ではちょっと美味しくはないです。あ、はい、僕もいくつか投資案件はやってるんですけど、はい、やっぱりね、お金ある人有利っすよね。そうですよね、まあ、お金ある人っていうか、そこに投資できる人っすね。はい、なんかお金なくてもぶっこんじゃう人いるんですよ、そこに。それだとやっぱ不安定になっちゃう、めちゃめちゃ不安定ですね。そうですよね、心理状態 も、はい、だから余剰資金で、はい、まあどこまでを余剰資金として捉えるかみたいな、人によって違うと思うんですよ。はいはいはい、まあ1000万あって100万が余剰資金だって考える人もいれば、はい、まあ、500万でしょって思う人もいると思うんですよね、はい、まあ、そこちゃんと計算してるかしてないかだと思うんですけど、はい、だからその使える金額がやっぱりでかければでかいほど投資ってやっぱ稼げるじゃないですか。そうですね、はい、しかも短期勝負で短ければ短いほどリスクも少ないわけなんで、はい、だから本当そこは、まあ、僕もですけどもっとぶっこんじゃおうかなと思いつつ、はい、なんかこうぶっ込めない自分もいて、あ、はい、ちょっとビビって少なくしちゃってるんですよね。そうですね、少なめに見積もった方が多分数字も上がりますもんね。そうなんです、ね、あんまり無理しちゃうと、はい、ダメに。僕もそのパターンあったので。あ、ありました。結構やっぱ資金きついなって中でやると失敗しちゃうみたいな、はい、そうそうそう、そうなんですよね、ことがめちゃくちゃあるので、はい、なので今はもうやめてますね、そこは。はい、なんか投資やってる人に聞いたんですけど、はい、綱渡りあるじゃないですか、はい、で綱渡りってなんか、はい、まあ、地面にロープをこう引いて、はい、その上を、はい、まあ、綱の上を歩いてくださいって言うと誰でも歩けると思うんですよ、はい、地面なんで、はい、まあまあ、地面じゃなくてもいいですね、まあ、普通に1メートルでもいいし50センチでもいいし、まあ、ちょっと高いぐらいのところで綱渡りするとできるんですけど、はい、これからものすごい高い100メートルとか、あ、2、300メートルってなると同じ綱渡りでもできなくなっちゃうっていう、はい、だそれがもう投資の心理としてやっぱ出てくるらしくて。そうですね、はい、ですよね、はい、やっぱり自分で、まあ、別に捨ててもって言ったらなんかお金に対して失礼ですけど、はい、まあ、ちょっとなくなっちゃってもしょうがないっていうふうにもう割り切れる金額でやんないと、はい、やっぱりきついですよね。そうですね、うん、はい、だ結構これカメラ転売も一緒ですよね、ぶっちゃけ。そうですね、そうですね、本質的なところは多分一緒だとは思います、ね、そう、同じなんですよ、はいはい、で本当に、まあ、例えば僕もコンサル取る前に決めてるんですけど、はい、もうなんだろう、借金してまでやりたいとか、はい、もう無理やりもうお金ないけど何とかして稼がないとダメなんですみたいな、はいはいはい、っていう人は取らないようにしてるんですよ。そうですよね、そう、それやっちゃうと本当にもうきついんで、はい、きついですね、本人もきついし、はいはい、絶対もうなんだろう、心理状態がもうぐちゃぐちゃの状態でやることになるんで、はい、もううまくノウハウも入っていかないし、はい、指導も入っていかないんで、はい、もうやる人も大変だし僕もきついしっていう。そうですね、いいことがないんで、はい、だからもう確実に余剰資金というか、まあ、カメラ転売だけで使える金額はいくらですかって必ず聞いてるんですよね、はい、で借金する人は絶対取らない、はい、借金してやりますとか、はい、それはもう絶対取らないようにしてるんですけど、それはもうさっきお話ししたその投資の話と一緒ですよね。そうですね、はいはい、うまくいかないことがやっぱ多いんですよね。多いですね、はい、かなり多くて、
はい、それはもう僕ももう理解したんで、はい、うーん、まあ本当今大さんが言ってること正しいなと。ああ、そうですよね。じゃあ結構資金を貯めていく感じですか、かなり。そうですね、はい、それ次やるとすればやっぱ本当に使っていい額が100万ぐらいあれば、はあ、まあ美味しいかなっていう。あ、100万から美味しくなるんですね。100万でも美味しいと思います。あ、そうですか。はい。そう、あ、本当に使ってもいいのが100万ってなると、もさらにすごいかないとダメですね。なんとか100万貯めたじゃダメですね。そうですね。あ、なるほど。そういうことですね。100万なくなっちゃってゼロになっちゃうみたいな感じだと多分きついので。ああ。はい。もう本当にじゃあ100万失ってもいいレベルに自分の財産ある状態ですよね。そうですね。はい。ああ、なるほど。でもそんな遠くないんじゃないですか、そこまで。そ、多分遠くはないと思う。ですよね。そう。なので多分次に。はい。やりたいなっていう意識があると思うんです。だからかもしれないですね。ここまで早く飲み込めるっていうのは。いやー、どうですかね。はい。かもしれないですね。その目標が明確化されてるんで、はいはいはい、そういう人はやっぱ早いっすよね。何やっても。前までこう、いろんなところに手を出しちゃって、ぐちゃぐちゃになっちゃって、はいはいはい、結果的にもともとやっていた、はい、例えば YouTube とかも下がったりとかっていうのもあったので、あー、なるほど。なのでもう本当に絞ることにしましたね。今はもうやめてっていう。それ重要ですよね。重要ですね。はい。まあ、いろんなことを知ることってすごい大切じゃないですか。はい。あ、これもやってみようかな。でも、うん、はい、ちょっと違うなとか、はい、これも見てみようとか。はい。まあ、すごい重要なんですけど、はい、だけど、やるものって絶対限られてくるっていうか、はい。無理っすもんね、そんなにいっぱい全部やるの。そうなんですよね。うん。はい。そうですね。だから僕も3つまでって決めてますね。一度にやるのは。はいはいはい、それ以上はもう無理なんで。そうですね、はい、だからパパパーってこういろんなものを、まあ、お金払ってみて、はい、で、あ、これ鉄板だなと思ったらそれにもう絞ってやるみたいな感じにしてるんで、はい、で考えてみるとやっぱりカメラ転売とコンサルもう一個しかできないんですよ、はい、あやれても、はい、だからもうこの3つで絞ってやってるんで、はい、そうですよね、はい、そうだからまあその方がいいですよね。ですね。絞ってやるって方が、はい。そうですね。絞った方がいいと思いますね。転売もそうですけどね、はい。カメラもそうですけど、はい。絞ってやんないと大変っていう。はい。共通してますよね。そう考えると全部が。そうですね。全部共通してますね。マインドのこともそうですし、はい。まあ、そのやる作業自体のこともそうですし、はい。まあ、カメラ転売だけでも語れるけど、他のことにね、移しても語れるし。はい、共通してるんですよね、そう考えると。確かにそうです。はい、なるほど。じゃあなるべくあれですね、まあ焦らずなんですけど着実に、はい、まあ、資金を増やして。そうですね、はい。で、まあ、カメラ転売は、まあ、サブでやるみたいな感じに早く持っていって、あ、はい、次の投資っていう感じですよね。はい、はい、なるほどですね。まあ本当楽しみですね。楽しみですね、これから数ヶ月後がどこまでいけるかっていう、まあ、ところで、ね、はい、結構あれですよ、去年1年でも、はい、本当に数ヶ月前と全然変わりましたっていう人いますんで。そうですよね、まあ、僕自身もそうなんですけど、はい、もうネットビジネスやったら、ね、普通の会社だったら10年やっても給料ほとんど変わらないっていうところ多いと思うんですけど、はいはい、もう 2,3 年で一気に突き抜けますからね。そうですね、バーンといっちゃうんで、はい、ってなると本当に1年1年がすっごい楽しみで、はい、もう今年とかも絶対なんか起きてるはずなんで、終わる頃は、はい、何かしらもう飛躍してたりとか、はい、まあ、いろんな、なんかビジネスに手出してたりとか、はい、何かしら、まあ、アクションが起きてると思うんで、はい、まあ、楽しみですよね、今年も。そうですね、うん、はい、まあ、ぜひ頑張っていただければと。はい、頑張ります。思ってますけど、はい、実際ど、例えばですけど、僕の今、はい、まあ、コンサルまだ2ヶ月目なんで、はい、まあ、ちょっとなんか語りづらいところもあると思うんですけど、はい、なんかこう感じていただいたこととかあります？実際受けていただいて。やっぱ、はい、そんなにこう塾みたいな感じで、はい、とって
ないじゃないですか。はいはいはい。多分それもあってかやっぱ距離が近い、はい、近いので、はい、まあすごい質問も聞きやすいですし、はいはいはい、で連絡もすごい取りやすいですし、であとやっぱノウハウもより近くで見れるので、はい、飲み込みやすい環境にはあると思います。ああそうですか。はい。なんか塾っていうとなんか、はい、結構僕もあんまり塾自体は入ったことないんですよ。ほぼコンサルしか受けたことないんですけど、はい、あそうです。はい、やっぱ塾って距離感ある感じなんですか割と。いやそうですね、はい、まあ塾とか、まあ、コンサルにしてもいっぱい取ってる方も多分多いので、はい、あやっぱコンサルコンサルっていう名前でもいっぱい取ってたら、はい、まあ、それは塾みたいな感じじゃないですか。あ、まあ、本質的に言うと変わんないってことですよね。そうですね。名目だけがコンサルになってるだけで。そうですね。ああ、そうっすよね。やっぱまあ、その、教えていただく先生も、はい、いろん、まあ、いろんな質問に対して答えていかないといけなくなるので、はいはいはい。やっぱ、なんかこう、どっかで気を使ってしまったりとか、あこんな質問しちゃう、このレベルの質問していいのかなとか、あっていうところもまあ気にしたりはするんじゃないですかね。あはい。でもその辺ってなんかあれですよね、暗黙の了解みたいな感じで言えないみたいな、なんか壁、はい、みたいなのありますよね。なんかそうですね、少なからずまあめちゃくちゃ感じるっていうわけではないですけども、はい、少なからずかん、まあ、どっかで感じてるっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうそう、まあ、僕自身もコンサル受けててそれはありますもんね。ああ、はいはい、はい、なんかこの質問ってなんかめっちゃ調べてからしなきゃいけないのかなとか。ああ、そうですね、でも別にまあ、はい、調べることはすごい大切なんですけど。そうですね、そこは、はい、めちゃめちゃ大事なんですけど、でも分かんなかったらそのままにしてることが一番ダメじゃないですか。はい。だったらもう別に僕からして大したことじゃなくても、はい、まあ、受けてる人からしたらすごい大きな問題の可能性も全然あるし、はい、言った方がいいですよね、それだったら。はい。だって1分で済むじゃないですか、言って。そうですね。僕も答えるの1分で終わるんで、はい、それ言った方がいいですよねっていう話なんで、はい、そうはい、そう、そこはそうですね、まあ、僕も人取りすぎちゃったら多分ダメなんでしょうね、そこは。はい、おそらくだからずっと取らないスタンスでやってるんですけど。そうですよね、はい、それがまあいいなっていうふうに今は。ああそうですか。 すごい連絡もまめにいただけるので。あ本当ですか。はい。なんかしつこくないですかって僕いつも聞いちゃうんですけど。全然です、はい、本当ですか。はい。そうですね。なんでまあ、そこで感じていただいてるんだったら嬉しいですね。はあ、じゃあもうこれから、まあ、もっと、まあ、なんていうんですかね、今はまあ個人的に修行してますけど、はい、またさらにちょっとあのいろいろあるので、はい、はい、最初僕とね、ピッコロさんとご飯みたいな感じで修行するんですけど、はい、1対1で修行するんですけど、はい、まあ、強くなったらもうやっぱりステージ上げていくって感じになってるんで、はい、まあ、楽しみにしていただければと思いますけど、はい、まあ、やることも多分増えていくと思うんで、またそうですね、はい、まあ、今月もやることちょっと増えたと思うんですけど、はい、まあ、もうちょっと利益上げたいってなると、じゃあこれでっていうのがパッとこう出てくるんで、その都度ちょっとやっていただければなと思ってますし、はい、はい、今後ともぜひよろしくお願いしますと。こちらこそ、はい、はい、お願いします。まだちょっと始まったばっかりなんで、コンサルも確かにそうですね、まだ期間ありますから、はい、ここでちょっと足を止めないで、はい、どん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 稼いでいってもらって、はい、で3月ぐらいにまたカメラ自体売れやすくなるんで、3月4月とか、あ、はいはいはい、もうその時期に備えて、はい、今のうちにちょっと準備をいろいろしていくといいと思うんで、はい、はい、まあ、その辺もいろいろちょっとお話ししていければと思ってますんで、はい、はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと時間長くなっちゃいましたけど。いえいえ、全然。なんかあれですか、お話したいこと大丈夫ですか。大丈夫です。この振り一番困るみたいなんですけど。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。
わかりました。じゃあ、またですね、ぜひ、はい、まあ、こちらにお呼びすることもあるかもしれませんが、はい、もしその時大丈夫でしたら、はい、また来ていただければと思いますんで、はい。はい。よろしくお願いします。また今後ともコンサルの方よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。はい。それではですね、今回、僕のコンサル生のダイさんに来ていただいて、いろいろとお話を伺ってみました。ダイさん、本当に目標がしっかりしててですね、カメラ転売の次の展望まで考えて、今の、まあ、転売をやられているということで、まあ、その辺がですね、やっぱり目標を持つということが、まあ、今、作業を集中したりとかですね、目標を立てた目標をしっかり達成していく力になるのかなというふうに僕は感じました。ぜひですね、今後も、まあ、ダイさんについてですね、いろいろ、お話ししていきたいと思いますので、またインタビューなんかも、お取りすると思いますので、その時はですね、またご視聴いただければと思います。はい、今回ちょっと長い動画でしたけれども、ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メルマガ登録、チャンネル登録お願いします。情報発信系 YouTube チャンネルもよろしくお願いします。画面右上のボタン、もしくは動画下の説明欄の URL からご覧いただけます。これから情報発信を始めたいと思われている方、アフィリエイトにご興味がある方は、非常に参考にしていただける内容となっておりますので、ぜひそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。